宅から作っていきたいと思います。今日はハンバーグ丼、焼くだけのハンバーグ、それから玉ねぎ半分、ご飯1杯、醤油少々、ハンバーグは1センチ角ぐらい、玉ねぎはザクザクと切って、ハンバーグ玉ねぎの順に炒め、醤油で味をつけて熱いご飯に乗せて出来上がりが簡単。はい、いきます。まず玉ねぎ切って準備します。ではなくざく切りです。うわ、ゴッシュのチーズ入りハンバーグにしてみます。近くぐらいに切ります。よいしょ。まずハンバーグ、完成。さあ、味はどうなんでしょう。実際ちょっと食べてみましょう。うん、うん、普通に結構味が染みてる気がします。美味しいです。